レプリロイド。それは遥か昔に作られた限りなく人間に近いロボット。高度な技術により人格を与えられた彼らレプリロイドは人間のために働き、人間と共に歩む最高のパートナーとなるはずだった。だが平和に流れる時の裏で人間とレプリロイドの歯車は静かに軋み始める。限りなく人間に近いがゆえにレプリロイドは時に人間に逆らうことすらある。そういった危険なレプリロイドを人間はイレギュラーと呼び恐れた。イレギュラーとなったレプリロイドは同じレプリロイドの手で処分させる。それが人間の導き出した答えだった。主である人間を守ろうとするレプリロイドたちに選択の余地はない。こうしていつ終わるとも知れないレプリロイド同士の激しい戦いが始まったのだ。いくつもの戦いを積み重ね、時が経ち、レプリロイドに守られた人間の理想郷ネオアルカディアができてからも戦いは終わらなかった。自由を求めるイレギュラーによりネオアルカディアのリーダーは倒され、そして今かつてネオアルカディアだった場所は犯罪者のドクターバイルに支配されている。人間の理想郷はもはや見る影もなく、安全と呼べる場所はなくなり、その地を離れる人も少なくはない。そう、私たちもまたバイルの支配から逃げ延びてきたキャラバンなのだから。ミッションを開始する。